金本浩二、金本浩二、金本浩二、1966年10月31日体は、日本のプロレスラー。小学6年から柔道を経験し、大阪芸術大学芸術学部環境計画学科、2004年度より、環境デザイン学科を卒業。学生時代、大阪芸術大学柔道部所属より、プロレスラーに憧れて、 クリス精神トレーニングジムで半年間トレーニングを積んで1990年6月に新日本プロレスへ入門する。11月7日に和歌山岩手町立町民総合体育館でのお原道優先でデビューした。当初から生涯一ジュニアヘビー級を宣言する。1991年にメキシコに武者修行へ行き、1992年に帰国後。 三代目、タイガーマスクに抜擢されるが、自身のスタイルとアクロバットを主体とする、タイガーマスクとのギャップに悩み、一年もしないうちに、覆面を抜いた。その後は、アメリカ遠征を経て、新規一点。タイガーマスク時代に磨きをかけた蹴りと、空中殺法に、ラフ殺法を織り混ぜ、開花。1995年には、IWGP ジュニア、ウアジュニアの二冠王者となった。 1997年頃になると髪を茶髪に染め上げ、よりハードヒットな打撃やラフ殺法といった喧嘩ファイトに磨きをかけ始める。特にベスト・オブ・ザ・スーパージュニアなどでインディーなどの他団の選手と当たった際にはより怖さを見せ、打撃と危険な投げ技で相手を真っ向から叩き潰すようなスタイルで多くの選手が金本との試合後、病院送りにあっている。 対立関係にあった重心サンダーライガーが新日ジュニアの象徴であるなら、金本は新日ジュニアの強さや怖さの象徴的存在であり、新日に上がった他団体のジュニア選手から試合で当たるのを恐れれた。1998年のベストオブザスーパージュニア初戦でいきなり金本と当てられた王の安ら岡祐二が試合開始から唾を吐きかけて、 奇襲を仕掛けるなどの金本の傍若無人な喧嘩ファイトに押され、金本の放ったフライングにいるキックで右顎を骨折。その後も泣き叫びながら立ち向かってくるボロボロの安良岡に対し金本は、雪崩式、タイガースープレックスといった受け身のトレーれが、荒技を繰り出すなど情け容赦なく、いたぶり続けた。試合は安良岡に、一瞬の隙をつかれスクールボーイで、大金星を奪われるも、 安良岡は金本からの一生と引き換えに、右顎の骨折や肩の負傷などで長血上に追い込まれる、あまりにも生産な試合内容に激怒した安良岡のファンが試合後、後楽園ホール駐車場に向かい、金本の愛車を傷つけるなどの行為を起こしている。安良岡は一時復帰するも、怪我の影響で翌年引退した。同じく金本と当たった。 南条隼人は2011年に自身のブログで当時の金本との試合を振り返っており、この試合の映像は家にあるけど未だに見れないよね。絶対にいけないことなんだけど情けない試合をしたことよりも、とりあえず金本さんとの試合が終わったことへの安堵感の方が大きかったと当時の試合後の気持ちを語っている。この金本の一貫した激しいファイトスタイルや試合内容が 新日ファンの支持を集めていき、1999年頃になるとジュニアという枠を飛び越え、新日レスラーの中でも屈指の会場人気を誇るようにな。この頃には金本が入場時に女性ファンから多くの花束をもらうのが定番になっていた。2000年5月5日の新日本プロレス、福岡ドーム大会ではライガーの計らいにより、新興団体登竜門ジャパン、 現、ドレアガンゲイトが、新日初参戦。ダイガー、田中みのる、シーマ、スモー、ダンディフジ 2000VS、金本、大谷慎二郎、高岩隆一、剣道過信という豪華な8人タッグマッチが組まれた。ダイガーとは、対照的に金本は当時、空飛ぶホストクラブ等と称されていた、登流門税の新日ジュニア参戦に納得せず、試合前から、 病院送り宣言するなど怒りをあらわにした。試合ではシーマラが真っ向から戦おうとせず、金本がリングインすると下がって挑発するなどの行為を繰り返した。試合後の会見で金本は実際試合やってみて想像以下、実力もクソもない奴らが試合中ペチャクチャ喋ってるだけ、ボケみたいな選手にボケみたいなファンがよ、などと登竜門勢を酷評した。 2001年10月8日の東京ドーム大会にて、長期欠場から半年ぶりに姿を表しチーム2000、入りを表明し、ヒールターン。以降 T-2000 ジュニア部隊のリーダーとしてアキラ、ジャドー、ゲドーラを率いて活動していく。しかし、復帰以降は爆弾を抱えていた膝が、深刻化し、欠場前まで見せていたような、重い蹴りは放てなくなった。また、 膝への負担が大きいタイガースープレックスホールドやムーンサルトプレスの使用頻度も減らし関節技のアンクルホールドを新たにフィニッシュホールドとして取り入れるなどベテランらしいテクニックを取り入れたスタイルで膝の古傷を補うようになった2003年にノアに流出した IWGP ジュニアタックベルト打開のため金本自身もある意味俺たちが組むのは反則 というライダーとの禁断のタッグを解禁。1月26日のノア神戸ワールド記念ホール大会に乗り込み金丸義信、菊池武史組から王座奪回。2004年に G1 クライマックスに初出場。2005年12月、当時の新日本に対しての極度の不満や問題を感じつつ、試合を続けていたことを告白。 井上渡るを巻き込む形で2ヶ月近く会社と揉め続けたが結局は残留した。2006年5月3日福岡国際センターでは第49代目 IWGP ジュニアヘビー級王座であるタイガーマスクをファルコンアローで破り3年ぶり5度目の IWGP ジュニアヘビー級王座に君臨。しかし5月から6月にかけて行われた ベストオブザ・スーパージュニア13では、タイガー、井上渡るに敗れ4大会ぶりに決勝トーナメントに進めなかった。8月には G1 クライマックスに出場し、ジュニアヘビーの選手で初めて決勝トーナメントに進出。準決勝で全日本プロレスの小島聡に敗れ、決勝進出はならず、10月8日にベストオブザ・スーパージュニア初優勝を、 トゲタミノルド IWGP ジュニアヘビー級王座をかけ対戦し、アンクルホールドで見事タップを奪い防衛に成功。G1 タグリーグでは、棚橋博とタッグを組んで、準優勝という戦績を収めた。2007年2月18日、両国国技館において、ジュニア選手として史上初となる IWGP ヘビー級王座に挑戦。王者。 棚橋と互角の戦いを繰り広げるも、最後は、棚橋のドラゴンスープレックスホールドピンフォール負けを、喫した。2009年2月12日にドラゴンゲートに乗り込み、BB ハルクに勝利を収めると3月22日に、ドイ刺激が所持する、オープンザドリームゲート王座に挑戦するも、ドイのマスキュラーボムで沈んだ。5月6日、プロレスリングノア・エライガーと共に乗り込み金丸。 平柳原半組と対戦。自らを、中本浩二とわざと名前を間違える平柳を、アンクルホールドで、ギブアップを奪い勝利。6月に行われた、ベスト・オブ・ザ・スーパー・ジュニアでは、ライガー、田口隆介、大地、イーブ・シ・コータラから勝利を収め B ブロックを1位、通過し、決勝戦では、プリンス・デビットに、変形アンクルホールで勝利し、V3 を達成。 7月20日に IWGP ジュニアヘビー級王者で、あるタイガーとベルトをかけ対決するも、デストロイスープレックスホールドで敗れた。12月に、スーパー J カップ1回戦で、藤田ジュニアハヤトと対戦。ハヤトと激しい打撃戦を制し2回戦進出を果たすも、田口に敗れベスト8に終わった。2010年5月8日、スーパー J タグニエルサムライと共にエントリー。 決勝で、田口、プリムス・デビット組との激闘を繰り広げ、優勝。同時に、第25代 IWGP ジュニアタッグ王座に、君臨。7月19日に、同タッグチームと初防衛戦を行ったが、侍がピンホールを奪われ、同王座から陥落した。11月23日には、タイガーと保持しているノアの GHC ジュニアタッグベルトを、ケント 青木や辻組相手に防衛戦を行った。試合前には、パートナーのタイガーが、ノアのことを見たことない。知らない。新日ジュニアが一番だと証明する。などと散々挑発するも、対戦相手のケンタからは、お前が言うなと、金本浩二が言うならわかる。それだけの歴史を作ってきただろうし、お前、タイガーが言っても説得力がない。と逆に挑発される。 しかし実際試合になると序盤から後楽園ホールにどよめきが起きるほど角に張り合う金ベスケンタを見て腰が引けたのかタイガーがケンタ相手にバッチバチやり合う場面は皆無で金本任せのような試合になった。防衛したものの試合後に金本は口だけ瞬間、湯沸かし器などとタイガーを痛烈に批判した。2011年の契約を年間試合数を半減することで公開。 理由として、レンチャンで、試合数をこなすより、要所要所の方ががっつりいける。その方が気持ちを入れやすいし、プロレスを楽しみたいと今後は、地元神戸、兵庫をメインに限定出場の形を取ることになった。金本本人は、モチベーション維持のためであり、年齢、肉体面の問題はないと主張し、新日本プロレスのシリーズに帯同しない間は、 他団体への積極参戦も見据えている。2011年9月19日の星野、カンタ太郎セレモニーマッチで、星野が結成した魔界クラブのメンバーの魔界28号と対戦、アンクルホールドでタップを奪う。試合後、マイクを片手に泣き星野の意志を引き継ぐことを宣言し、魔界1号からもらったマスクをかぶりながら、魔界1号と魔界28号と共にリングを後にした。 2012年は前年と同内容の契約を更新するも、新日本の工業の出場は一度もなく全日本にスポット参戦を果たしたのみである。下半期からは全日のみに定期参戦し、スタック・オブ・アームズと合流。全日本プロレスとの台湾合同大会では、控室は新日本プロレス側となる。2013年2月、全日本プロレスの記者会見にて1月に、 新日本プロレスとの契約公開をせず対談したことを発表。以降、全日本プロレスにフリーとして参戦。6月を最後に全日本プロレスから武藤刑事ら、大半の選手が対談し分裂したことで、金本の挙手も注目されたが、金本はブログ上で、ソアのメンバーだけは、裏切ることはできないとコメントしているとから、武藤派による新団体、 レッスル -1 に参戦するとみられる。ソアメンバーは全員 W-1 に参加。2013年9月8日、レッスル -1 の旗揚げ戦にフリーとして参戦。2014年9月突如レッスル -1 の定期参戦を終える。2015年からは01、大日本プロレスなどフリーランスで活動。2016年9月22日、 アゼリア大賞での VKF 選手権試合で王者、勝村修一郎と対戦し王座獲得。2017年1月21日、正宗を相手に初防衛。3月26日、アゼリア大賞大会で翼を下し2度目の防衛に成功。2018年現在は、01、第日本プロレス。VKF への参戦もなくなっており。 単発のプロモーション工業への出場が主となっている。また2016年頃より舞台俳優としての活動も始めている。2019年3月1日、妻に暴行した容疑で逮捕されたが、4月5日に不起訴処分となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。